いやだってこれ写真が撮ったやつだぞ。ミッターハルはメルドーネ。シュタさん、ちょっと切れねえなこれ。誰が古川コーデ。なんだってなるから。早速切れよ。シャレは後で見ました。サイズは何があるの？サイズは全部一緒です。全部一緒。はい、多分全部一緒です。最悪だなこれ。ディアースなんて選手会のあの10月になるのかな。ニッタこれなんかプレゼントも出した方がいいんじゃね。いただきます。1、2枚。俺のお金じゃないんですよ。こっち映してます。ルカゴイさん、ディアス。挨拶がディアスなんで、シャツがディアスなんで。それ最近流行るの？昔から。昔から流行りました。これも全国的に広めようっていうことで。あと、これニッタさんが作ったの？ニッタと話し合って作ったディアスっていうこと。これエスポージばっかり。そうです。本当はここにも入れたかったんですよ。思ったよりこれちっちゃかったですね。はい、古川の存在感と同じぐらいの。ここに完全に出てるからね。はい、こっちで存在感が見事ですね。できれば新聞載せてもらいたいです。もともとは噂ですよ。だから本人は言ってないらしいんですけど、一応そういう言ったっていう話になって、これは長塚さんとかも使っててくれたんで話を。いやじゃあこれはもう T シャツ作った方がいいと本人に言ったら、本人もじゃあぜひお願いしますということで勝手に作りました。これ定着させようと。はい、いやもう結構ディアスは1回流行ったんですけど。あ、あるの？ブログとかでやると見るのがあるんですよね。はい、まあ、こういう風にちょっと T シャツ作って、あの映像として載ったりとかしてからちょっと広めようかなと。きっと使い方は挨拶でいいんですか？使い方はお願いしますみたいな感じが略されてシャースみたいになって、それが略あいつ風になってディアスになって。お願いしますみたいな。はい、バカです。はい、ぜひお願いします。これが古川浩二。ブログ見てくれればわかると思います、この全力疾走の意味も。あ、全力疾走の意味。